パークドーム熊本1997年世界男子ハンドボール選手権は1997年5月17日から6月1日までパークドーム熊本をメイン会場として開催されたハンドボールの世界大会である。ハンドボールはヨーロッパ発祥のスポーツとして100年の歴史を誇りヨーロッパ諸国ではサッカー、ラグビーに次いで人気の高いスポーツであった。当然、 ヨーロッパ諸国の競技レベルも高く、世界選手権も毎回ヨーロッパで開催されていた。しかし、韓国女子チームがソウルバルセロナと五輪連覇を達成、また1993年、男子ジュニア世界選手権でエジプトが優勝するなど、ヨーロッパ以外の国の対等が著しかった。それに加えて、国際ハンドボール連盟加盟国が130を超えた。 ことから、ハンドボールの世界的普及を目指すために、ヨーロッパ以外での世界選手権開催の機運が高まっていた。1992年夏、日本ハンドボール協会副会長、渡辺義秀から、熊本県ハンドボール協会に1997年男子、世界ハンドボール選手権大会の招致提言があり、翌1993年1月から、 日本協会関係者が熊本県と熊本市に対して支援要請活動を開始3月に熊本市4月に熊本県に対して公式に協力を要請したこれを受けて熊本県協会は招致を正式に表明6月26日に日本協会で承認された9月9日に アイハフに対し正式に立候補届を提出。9月21日には日本協会会長斉藤栄志郎を会長とする招致委員会が発足した。9月25日にバーレーンで開催されたアジアハンドボール連盟理事会で立候補の旨を報告。11月にはクレートで開かれたアイハフ理事会で日本、熊本をプレゼンテーション。この時に エジプトが立候補を表明したため、開催地の決定は史上初の決戦投票に委ねられることとなった。1994年2月、熊本県体育協会会長、八木茂直を会長とする熊本招致委員会が発足。3月には熊本県がメイン会場となる屋内運動広場建設を発表した。四月にはスイスローザンヌで開かれたアイハフ理事会で、 招致活動を行った。9月にオランダのレトベークで開催されたアイハフ通常総会で最後の招致活動を行った。あと、決戦投票が行われた。エジプトはヨーロッパとの距離的優位を PR したが、治安の安全性や組織的能力、資金力が決め手となり、熊本が59票中44票を獲得。 こうして1997年男子世界ハンドボール選手権大会の開催地は熊本に決定した。なお決戦投票に敗れたエジプトはその後1999年大会の開催地に決定した。大会のキャッチフレーズマスコットキャラクター公式テーマソングが以下のように決定した。また、 プレ大会として以下の大会が開催された。1996年5月からは、フランス、日本を除く各国による予選が、翌1997年2月まで開催された。予選期間中の1996年12月6日、東京プリンスホテルにおいてアイハフ立ち合いの下で、公開抽選会が行われ、以下のグループでの予選開催が決定した。 ハンドボール日本代表初の外国人監督であるオレオルソンはこの大会に向けてスピードやテクニックを伸ばす一方体重を増やし当たり負けをしない体力づくりをさせたこの強化策が結実したのが決勝トーナメント1回戦の対フランス戦で1点差で敗れ走ったものの一時は前回優勝国を5点リードあわや大金星かと思わせる大健闘を見せた この大会に出場した日本代表メンバーは以下の通り、日本では NHK が放映権を獲得し、BS1 を中心に中継した。ありがとうございます。